倉富雄三郎倉富雄三郎昭和23年1月26日は、明治から昭和にかけての司法、区内官僚、法学博士、男爵、法制局長官、貴族院直選議員、数密院議長、法典調査会警報起草委員、作家、広津龍郎は、夫人の兄にあたる、筑後国武の軍の儒学者、倉富種厚の三男、倉富家は、 戦国大名竜造寺氏の末裔。父は、儒学で知られて、久留米藩に仕えた人物であり、幼い頃より、父から厳しく、漢学を伝授され、漢技園でも学んだ。明治12年に、司法省法学校を卒業後司法省に入省し、民警局長を経て、明治37年に、東京高祖院検事長に就任して、明治40年には、法学博士を授与されるが、 先に発生した日比谷焼打事件で河野広中らを起訴したことが世論の反感を買い、後にその責任を取らされて韓国法務次官に左遷された。明治43年の日韓併合によって朝鮮総督府司法部長官に転じ朝鮮植民地法制の起訴を築いた。その功労によって大正3年の第一次山本内閣では法制局長官に就任。 同年3月31日に、貴族院議員に任じられた、同内閣の総辞職後は、区内省に移る、1915年6月22日、近景官志向となる、1916年10月21日、貴族院議員を辞任、大正9年に、数密顧問官になると、大正14年に、数密院副議長、翌大正15年に、数密院議長に就任するなどして、 男尺を授けられた。副議長の平沼喜一郎とともに、政党政治に会議的な人物であり、政党内閣としばしば対立して、金融強行の際には、第一次、若月内閣の当閣に大きな役割を果たした。昭和五年のロンドン海軍軍縮条約の批准問題では、条約反対を唱えて、浜口内閣当閣を図るが、元老、西園寺金持ちや内大臣、 牧野信明、さらに昭和天皇までが内閣擁護の姿勢を見せたためにその圧力に駆使した。その後も政党内閣や国際協調には否定的で満州事変や5.15事件などの軍部の暴走に対しても軍部に同情的な姿勢を見せた。だが昭和天皇の信任が揺らいだことで自信を失い昭和9年に暗病を理由に平沼を後継に押して 議長を辞任した。だが、西恩寺は、倉富、平沼が、軍部に、心理的なバックアップを与えているとして、反感を抱いており、後任に、一危機特労を推挙して、任命にこぎつけた。これに憤慨し倉富は、全艦待遇を受けたにもかかわらず、故郷に引きこもって、隠居生活に入る。太平洋戦争敗戦後は、病気がちとなり、それも、理由となり、 戦争犯罪容疑の追及は免れたものの失意のうちに94歳で病死した国立国会図書館建成資料室に詳細で膨大な倉富裕三郎日記が所蔵されている異界勲章等外国勲章拝用隠居ありがとうございます